今日はこの2人が着ているこちらのニットをご紹介させていただきます。星さん、なんか画面で見るとすごい似合ってますよ。ありがとうございます、うん、すごい素敵です。ちなみにこちらが、新作のニットになっておりまして、シャツレイアウドアゼアミニットというニットになっております。はい、シャツがレイアウトされております。なんか今までトワミーのこういうレイアウドのシャツとニットくっついてるのがあると思うんですけれども、このレイアウドのシャツ結構長めですよね、通常よりも。あ、ゆっくり動いております。レイアウドなんかここで繋がってるんですよね。あ、ここまでここで、うん、本当だ、ここで繋がってます。うんうんうん、全部繋がってるんですよね、うん、ここの生地が見えますか、ちょっとメッシュ、本当だ、ちょっとシアー感があります。うん、何その伸びがあります。着心地がいいです。うん、着た時すっごい軽く柔らかい感じでしたね。うん、そうなんですよね、ちょっと暑いかなと思ったんですけど、うん、全然暑くなくてさらっと着ていただけます。しかも全体的に結構ゆったりとしたデザインになっていて、編み方も結構変わっております。ちょっとこう斜めになっていて、うん、別ではなく繋がっているんですね。そうなんです。そうなんですよ、結構こう画像で見るとね、重ね着してる感じですよね。そうなんです、繋がっております。今回は、うん、なんかこことかじゃないのですごい自然なんですよね。うん、ここでくっついてるわけではない。しかもなんか全体的に今回はゆったりとしたシルエットですよね。うん、ですね、首元も割と。そうなんです、これ嬉しい、うん、結構ゆったりね。はい、ゆったりめでございます。で、お袖の部分も結構長めでございます。はい、しかもこの編みが可愛いですね。可愛いですね。あぜ編みニットの、あぜ編みケーブルっぽいのも入っていて、この間にまたちっちゃいケーブルみたいになって、ケーブル、ちょっとケーブル編みみたいな、ちょっとツナっぽい感じ。下に星さんが着てるのがグレーで、結構ライトグレーですね。そうですね、明るめのグレーですね。で、立花がブラックを着ております。ブラックだとちょっとこのここの模様が分かりづらいといえば分かりづらいんですけど、結構この色の差がそんなにないのですごい綺麗ですよね。お腹周りも斜めになってくれてますね。そうなんですよ、この横から見た時にシャツが少し体から離れてくれる、こうなんていうんですか、はい、なってるので、お腹周りが気になりません。全くですね、気にならず着ていただけて、結構中のシャツも、なんかギャザーシャツを着てるような、確かに中に何着てるんだろうっていう感じ。すごく柔らかいです。うん、ですよね。ここがポリエステル4度だと綿60になっておりますので、うんうん、こちらはそんなにシワにならずに、お尻座った時にクチクチにならないような素材かと思います、うん、はい、すごい軽くて着心地もいいですね、ですね。こちらはお値段の方が税込み 15,400円になっておりまして、素材がレーヨンが結構入ってますね。レーヨン 80%、ポリエステルが 20% で、シャツの方が綿が 60%、ポリエステルが 40%。 ポリエステルが 40% 入ってるのですごい軽い素材ですね。お袖も結構ゆったりしています。はい、星さん、下、今ですね、星さんが履いておりますのは皆さんが大好きなボーイフレンド、繰り返しボーイフレンドで、しかもグレーですね。はい、パンツと割とこう細身のパンツと合わせてバランス取りやすいです。もうなんかちょうどふんわり感が強調されて素敵なバランスでございます。と、じゃあこちらから星さんがちょっと新しいものに着替えておきますので、よろしくお願いいたします。ちなみに立花はですね、星さんが着替えてる間にのがこちらが黒煙パンツの、星さんが履いていたインディーマークのデニムと、
同じブランドのパンツになっております。こちらもお持ちいただいている方がいらっしゃるかもしれないですけれども、大変履きやすいパンツとなっております。ウエストもこれはシャッテになっておりますので、先ほどのこう細めのインディーマークもいいんですけど、ちょっとこうゆったりめのもので合わせていただいてもいいかと思います。ありがとうございます。コメントを読んでみます。こんばんみー、ありがとうございます。こんばんは、リアルタイムで間に合った、ありがとうございます。こんばんは、すごい42人のお客様が見ていただいてるんですね。1日からお疲れ様です、ありがとうございます。あ、ホシさん来ました。合ってますか。ちょっとなんか私たちであのこのあのシャツをインして着るとどうなんだろうかっていうのをちょっとチャレンジしてみてるんですけども、どうでしょうか。入れてみましたでもやっぱりちょっとふわっとしますか。ちょっとここに入ってるのが分かる感じしますね。若干なんか今あの柔らかい素材なのであれですけど、もうちょっと張りがあるものだといけるかもしれないですね、うん、そうですね。あとスカートだといけるかも確かにこれパンツですからね。パンツなのでちょっとここにもたついちゃいますけど、でも分かんないっちゃ分かんない、分かんないっちゃ分かんない、後ろも丸ごとちょっと私もあの春夏のパンツに履き替えてみます。はい、行ってまいります。お願いします。結構先ほどあった結構ボリュームがあるシャツを全部中に入れてみたんですけど、どうですかね。なんか入れてきても可愛くないですか。ちなみに出すと、よいしょ、出すとこんな感じです。なんかこう下もちょっとギャザーがあるような感じなので、ギャザーでちょっと可愛いと思うんですけど、入れた感じと出した感じで全然印象変わりますよね。あ、いや、はい、確かに出た印象と違います。私がこちらのシームの柔らかいこのパンツを履いてみました。とろみパンツでございます。ちょっとバランス綺麗ですね。あ、いけますか。両方シームシーム、はい、ましたね、さっきちょっと2人ともカジュアルですね、はい、ちょっときれいめで合わせてみました。なんかこう下がちょっとこう揺れ感があって、今からの時期でも、まあ、寒いでしょうか。今日はスタイル寒いので、寒いですね。ちょっとだけ暖かくなってきたらいけるスタイリングかなとは思います。そうね、上に着てみましょうか。あ、そうですね、でまだカメラで中に着ていただくと、この裾がちょうど出るのではないでしょうか。高い、はい、こちらがトロワン、後ろが入ってます。あー、ちょっと待ってくださいフォアブルゾンでございます。フォアブルゾンです。こちらが星さんが着てるのがホワイトで、立花が着ておりますのがグレーのフォアブルゾンになります。ちょっと軽いですね。出るバランス綺麗ですね。これね、可愛いですね。2人で、はい、黒とグレーの方が分かりやすい、うん、なんかこうレイヤードのこの良さが分からんでもいい、ね、可愛いんですよね。ちょっとこうチラッと見える感じ、なんかこの色も可愛いですね。グレーと黒とキャメル、ね、いけますか。やったすごい軽くて、あったかいですね、はい、あったかいですね。これは今回ご紹介したセーターとよく合いますね。そうですね、はい、違うセーター、違うセーターでございます。次次から次すいません。今度春バージョンで、春バージョンで昼間、あ、ちょっと夕方ですね。池袋からライブをさせていただいていたこちらのですね、ショートになっております。あ、すいません、ご注意いただきます。
池袋がどういうスタイリングをしたのかちょっとまだ確認できてないんですけど、確認できてないんです。一緒ではないと思うんですけどこれも今日お客様ご好評いただいてますね、はい、こちらの。そうなんです。結構あったかいですね。これあったかいです。すぐ切れそうしております。素材感もすごい柔らかくて、なんかこういうニットを着てるのに全然余裕ですね、うん、ですね。はい、かけるのがちょうどいいですよ、まあ、確かにスカンツとお持ちいただいているスカンツと合うような長さだと、あ、いいじゃないですか。写真で見るとベージュも素敵ですよ。そうですね、結構いっぱい重ね着してるように見えますけど、でも実は1枚。そうなんです、重ね着したあのごわつきがないですね。あ、お客様から可愛いっていただいております。大人可愛いし、ありがとうございますスカートとは合わせられるのかしら。ああ、でもスカート合わせでも可愛いと思います。可愛いと思います。なんかスカートだとさっきみたいにこうがっつり入れちゃっても可愛いかなと思います。先週のインスタライブでご紹介させていただいたこちらのスカート、こういう感じで、なんかこっちだったら丸ごと全部入れられる、これ丸ごと全部入れられそうですね、はい。で、普通のニットを着ている感じの長さで見せていただきます。ちょっとだけやっぱりふんわり、気持ち若干そうですね。意外とこのブラウスはボリュームがあるので、あ、1枚でおしゃれできちゃうわ。 ありがとうございます。レイヤードって自分で考えると難しいんですもんね。確かにこのバランスはなかなか出せないかもしれないですね。なかなか合わせる服を見つけるのが難しい。しかもウエストがキュッとなってないところがやっぱ大人レイヤードの良さですよね。大人の方でも楽しんでいただけますね。ここでつながってるのが大きいですね。お胸がある方が結構ゆったり着ていただけそうですね。こんばんは、出遅れちゃった。あ、まだ間に合いますよ。ありがとうございます。ゆったりいい感じです。あ、遅れて入りました。ありがとうございます。 ありがとうございます。ズボンはいくらですかご質問をいただいております。トシさんのパンツが、トシさんのパンツが、あ、これ私が1万6000円でございます。プラス税でございます。あ、ごそ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 、え、いいしても可愛いですよ。あ、いけました、よかったです、いけました。1万7000円。1万7000円でございます。2つともパンツになっておりますので、履きやすい、本当履きやすいですよね。軽いですね、このパンツ、びっくりしました、ね、めちゃめちゃ軽いです。しかもなんかこのふくらはぎがこのなんていうんですか、ストンとする感じが気持ちいいです、うん。あ、こんばんは、立花さん、お似合いです。たまには池袋来てくださ、うわー、ありがとうございますお久しぶりです。もう分かっちゃいましたありがとうございます。ぜひ遊びに行きたいです。グリーンのズボンですが、おいくらですか。あ、ありがとうございます。 あれです、これはですね、はい、13,800円プラス税でございます。ありがとうございます。キャップが入ってて可愛いです。あれ可愛いですよね、うん、グレーもおすすめでございます。すごい新しい発見、ありがとうございます。嬉しいですね。ちょっとだいぶ久しぶりの近くなるとドキドキしますね。すいません、忘れてました。映っちゃいけないものが映っちゃう。画像で見ると違和感ないです。ギャザーギャザー、ありがとうございます。ギャザーギャザーいいですね。ギャザーギャザー最終よりかもなんか違和感なくなってきましたこの色合わせがいいんでしょう ね、 ね、ちょっとこの落ち着いたこの色合わせが、これがまたすごくいい紫なの。あ、星さんお痩せになっているので全然もたすき気になりません。よかった、ありがとうございます。綺麗にお届けできた、よかったです裾出した感じが綺麗です。あ、ありがとうございます。とろみパンツ大人、ありがとうございます。マスタード色のパンツは現在販売しておりますでしょうか。あ、ございます。これございます。
大変、これ人気になっちゃいますね。これ立花でも履けますすごい、この落ち感がすごい綺麗なんですよね。ライトグレーと、はい、こういう形のこの生地感のパンツってなかなかないので、ちょっとご紹介時期が少し寒くなってきた時だったので、これからの時期に、ね、そうですね、これからにおすすめです。はい、ありがとうございます。たくさんコメントいただいて、ブルゾンかわいい、ブルゾンかわいい、あ、タチコスンスン、カーキのパンツの形がタイプすぎる、お元気ですか、元気ですか、ありがとうございますここで嬉しい、ちょっと嬉しい、遊びに来てください、ぜひ来てください、先に来てください、ありがとうございます。そうだ、星さんスンスンでしたね言い間違いからあ、そうなんですねそれそれ、あ、言い間違いからスンスン、そうです、ありがとうございます。綺麗な紫、あ、これいいですよ ね、このいい色ですね。これもスカンツなんですけれども、本当にこう画像から見るとすごく落ち着いていて綺麗ですよ。履きやすいですね。やっぱこれからの時期はスカンツ。軽い。軽いので、ちょっとこう今から春の何か欲しいんですけど、でもちょっとまだ寒いっていうお客様にお届けさせていただきました。こちらのニットでございました。はい、副色で、はい、シャツレイヤードアゼアミニット、はい、ブラックとグレーでございます。はい、素材がレーヨン 80% とポリエステル 20% でございます。コスさん、この下の部分、ここは綿 60%、ポリエステル 40% です。で、手洗い可能になっていて、大事な部分ですが、二人ともお尻が隠れます。で、結構先ほどの細身のパンツとかと合わせていただいても、安心してお召しいただけるんじゃないでしょうか。はい、お伝えできました。楽しくなっちゃいましたけど50分になってしまいましたので、こちらぜひ連れさせて、あ、元気、遊びに行きます。あ、ぜひぜひ試着しに行きます。明日お待ちしております、お伺いします。嬉しいです、ありがとうございます。明日、明日金曜日、金曜日、明日金曜日、明日金曜日です、はい、お待ちしておりますすみませんお正月も気になってますまた千葉からもお届けいたしますので、またよろしくお願いいたします。ありがとうございます。ありがとうございます。失礼いたします。